ははいこんにちはえ今回はですね、えー、一つの本をご紹介したいと思います。これがあの高橋真治先生、まあ、私が大好きな高橋真治先生の、えー、知る人ぞ知る本「大自然の波動と生命」という本なんですけれども、まあ、知る人ぞ知るっていうか知ってる人でも知らないというか これ高信次先生を知っている人でもこの本をしの存在を知らない人も、えー、たくさんいらっしゃるという本当に知る人ぞ知る本です。まあここに一つこのとんでもない本を、えー、ご紹介したいと思います。まあある意味もう素晴らしくまあ素晴らしくも恐ろしい、えー、とんでもない、えー、本なんですけれども。 え発行されたのはえ昭和44年1月発行となってますねえ定価は1000円はいえまあ消費税がないですからね当時え本当の1000円です1000円プラス消費税じゃありませんねでえ形はですねえ私もちょっと現物は見たことありません ネットで拾ってきた写真なんですけれども、えー、金色の表紙にこういう、えー、300ページぐらいの本になります。あっ、まあ、このちょっとこのコンパスはちょっとまた今無視してください。こっちは関係あるんですけど、ちょっと付録品なんで、えー、こちらの本になります。金色の表紙の、えー、大自然の波動と生命って書いてあるこの本になるんですけれども。はい でですね、この本が、えー、今年2020年に、えー、ヤフオクで2回、えー、出品されてるんですねどちらも、えー、古書店の出品でした、えー、古本屋さんですね、えー、両方とも違う古本屋さんだったんですけど1回目のそのの。 出品をされた時は、えー、開始価格が20万円で、えー、そのまんま20万円で落札されておりましたで、えー、違う本屋さんが出品した時は開始価格が12万円で、えー、落札価格が22万円でした、はいえー、何度も言いますけどこの定価は1000円の本ですよ、はい、でですね これは今年じゃないんですけど、えー、数年前に、えー、同じヤフオクで、今見た、えー、こちらの,お本,の本のセット、セット本と、えー、この付録のコンパスと、えー、こういう、このコンパスの見方の早見表っていう、こういう人生の羅針盤 っていう小雑誌と、えー、でその時当時の高井真二先生の本2冊だから5点セットで、えー、数年前に出品されたことがあるんですねヤフオクで,でその時の価格がですね取引履歴を見ますとなんと110万円になっております 何個も言いますけど、あのあれじゃないですからね江戸時代とか明治時代の貴重な本とかそんなんじゃないですからね昭和44年の本ですからねたった50年前の本ですからねでもっと驚きちょっと調べたらもっと驚くべきことがありまして今現在今日はえっと2020年の11月えー 7日なんですけど、えっ、ー、と、今現在でヤ a えっ、ー、と、ア m a z o n で、えぇ、ー、ある古本屋さんが、えー、出品されてまして、えー、こちらのこの本を、この本だけ、1冊。まああの、皆さん、調べてもらえばわかるんですけど、そのね、Amazon で、今、現在の価格が、まあいくらと、いくらかと、この本、Amazon で、中古ですよ。 驚きまますすよよ腰抜かしますよ今220万円です。え、あのー、ウ <laughs> だと思ったら今言ってもらえば、今現在売ってますから、はいえーまあ、欲しい人は220万円で買ってください。ということで、えー、何が言いたいかというと、これ、いわゆる、まあ、ただものではない本ということが、今もうわかると思うんですね。とんでもない ええー。てか千円ですけどね。とんでもない本なんです。でですね <coughs>。とにかくただものではない。ということがまあ分かると思うんですけれども。で、内容はですね。ええー。あ、私がなぜ、ま、内容を知ってるかっていうと。まあ、10年ほど前から、あのー、この本の存在は、 知ってたんですけどなかなかやっぱり手に入れることもできずでもあの、まあ、アラートをかけていたらヤフオクにえ、えー、今も出品されてるのかな出品されてるかもしれませんねあのデータファイルとして、えー、売ってる人がいたんですね1500円で,で <laughs> <laughs> 220万円のものを1500円で手に入れてしまって申し訳ないぐらいなんですけどだからデータファイルで、えー、内容を手に入れて、えー、私がプリントアウトしましたはい。 のでここに、えー、ボーンと持ってるわけですけどね、えー、300、えー、ページぐらいこれ、えー、あります。はい、でコンパスはまあなんとかこれは手に入らんかったんですけどなんとかまあ,あいろんな人に聞いてどういう仕組みだったのかというのを聞いて、えー、自分でこれも自作しました。 作りましたこれコンパスは、はいまあそんなことはどうでもいいんですけどとにかくそういうことで、えーまあ、データファイルとして内容を手に入れることができたんでその内容を言いますと、まあ、全体的にはですね大自然の仕組みで神様とはとか人生とは。 というのを、まあ、その体の中の電気,電気の流れ方とか太陽系宇宙のこう仕組みとかねそういうあの高橋進先生はあの科学者ですからねそういう科学的な面の内容が非常に多いんですね。えー、至って真面目なち、えー、ちょょっっとと一部ちょっと見ようか例えば例えばこんな感じですね。 えー、空気中の H2O、えー、化合物、えーえー、有化物化合物が炭素を出してそれが動物が吸収してとか、まあ、こういうようなすごく科学的な、えー、仕事の大きさ WH とかね、えー、色の三原色とか、まあ、すごく科学的なことが多いんです。 ここれななんか宇宙,宇宙のことになってます、ね、ヘラクエ、えー、太陽系、えー、とヘラクレスだとかねことザとか、はい、こういう、えー、なってるんですけど <laughs> まあだから全体的には非常に大自然の仕組み人間とは人生とは人生の目的とはっていうまあ 高橋先生のご講演聞いてる人ならまあ皆さん聞いたことがある内容なんですけど実はこの本の後半にえっとこの現象この世でですねよりよく生活するために人の持って生まれた周期運命的なことが書かれてるんですね本当の後半ですよえーもう3分の1過ぎてからだったと思いますね本の。 いや、もっとか4分の1か3分,あ3分の1ですねはいでこれがちょっと問題なんですでこの時に先生はですねこういう人間は持って生まれた周期運命的なものをこう背負ってるんだけれども、えー、正しい生活まあ秩序ある謙虚な心構えでまああの 正しく生きていれば、まあ、これはあんまり心配することはないと無視していいということもおっしゃっているんですね。でもまあそういう,うーんでも商売していたり仕事をしてね仕事をしてたらやっぱ運命的なことがありますよね。転職したりとか結婚したりとかあ家建てたりとかまあそんないわゆるその時には何かこう特別なことをする時にはちょっと参考にしてくれよと。 ね、こういう時がいいですよと。いうような程度に書いてあるんですけれども。実は？えー、もうもう1度言いますよ。あの、本当に正しい生活をしていたら、正しい人間の行いをしていたらまあ、無視していいと。こんな周期は？でも、まあ私も含めて私もまあ凡人ですから、もう非常にこう。そういう運命的なことを言われてピクピクしてしまうんですけど、こういうあの心配し。 人間ならまあこれを読んで、えー、まあこういう時にあのついてるから、えー、運がいいからあのその土地を買ったり転職したりとかねなんか新しい事業に挑戦したりとかそういうことするといいですよ程度に書かれてるんですよこれ。しかしこれがですね、えー まあ、あの出版されると同時に先生を知っている、まあ、高井新先生を知っていないとこの本なかなか買うようなあれがないですからね、えー、大反響になりましてなぜかというとあまりにもこれが当たりすぎるので、えー、周りの人たちが夢中になってしまったんですね。 えー、まあ先生はそれまでまあいわゆる本当に神様とはとか人生とはとかそういう正しい生活とはとかこうおっしゃってあの解いてくれてたんですけれども、もう夢中になってしまいまして、えー、違う方向で人がバーッと集まってきててしまったんですね。それで突然先生はこれはいかんって言うんで自ら絶版にしましてねこの本を。でその後この本について。 あの高橋先生が語ることは一切なかったらしいです。で私もあの高橋先生の,本あのいや講演テーブル全巻持ってましたけど確かに全部聞きましたけど、えー、高橋先生が講演の中でこの、えー、この本について「大自然との波動」とかこの本についてちょっと聞いたことないですね。 知ったこともこの本については触れてないです。触れてないっちいうか、この人間の周期的なこの羅針版のことについては一切触れてないですね。で、今、YouTube で、あの、うしいことに、あの、高橋先生の動画をアップしてくれる人がいらっしゃいまして、もう本当に嬉しいですね。 あの動いている姿を見て本当にもにむちゃくちゃ嬉しいんですけどそれでも一回もこの本について、えー、語られたことはないと思います。えあくまでも高橋慎司先生のご本ですよこれね高橋慎司先生自らがことい、えー、と書いた本なんですけど、えー、この本について一切、えー、死ぬまで もう語ることはなくて絶版ししてしまったんですね結局今先ほど申し上げた通りなぜかっていうともうこの占い的なものに夢中になってしまったんですね。この GLA 当時の GLA っていう宗教団体の GodLightAssociation のその信者たちが。 高井先生,先生を好きで集まってくれている周りの人たちがあまりにもこれ当たるもんですからだからこれ占いとかこういうのに夢中になってしまって心の勉強を見失ってしまいにもうあのー、こんなことで占ってばっかりでこう生活するようになって、あのー、正しい生活を乱してしまうという現象になってしまったんです。と聞いてます。 であのだから最初に申し上げた通り、えー、高橋一先生はこうあのこういう周期的な運命的なものはあるけれども、えー、正しい生活をしていたらそんなしあの大して気にしなくていいんだとただそのなん,かなんか特別なことをする時に参考にしてくれよ程度なんですねしかしそれに夢中になってしまったんですね。だから逆に 正しい生活を乱してしまうことになったんで、えー、突然、えー、高橋先生は、えー、完全に封印してしまったんです。その本がこれなんです。ので「す」。でですね まあ,あのー、まあ何が言いたいかというとイエス様もそうなんですけど、まあ、カラマーゾフの兄弟ちょっと今こうこう「カラマゾフの兄弟」っていう小説でも出てくるんですけれども人っていうのはやっぱりわ、まあ、私もですよ宗教に奇跡を求めてしまうんですねイエス様ももう人を癒して病気を治したり。 えー、死んだ人を生き返らしたりいろんなことを目くらを直したりいろんなことされたでしょう。でそうすると、まあ、あのイエスさんにまあ人が集まってくるわけですよ。直してほしいし幸せになりたいから。でもイエスさんは優しい方だから本当にあに直してくれてたら直すけどもう後半の聖書を読むと後半になるともう。 あのイエスさんが例えば女性を治して下の患れをされた時の子を治して治した時に「私が治したって言うなよ」と「あなたの信仰があ,たあなたを治したんだ」と「あな私が治した」って言わないでくれってイエスさんあのお願いするんですね。どうしてかっていうと治せるけれども人々を治せるけれども私それしに来たんじゃないんだってやつなんですね。俺 それできるけれどもそれをしに来たんじゃないんだともっとこの教えを正しい教えをしたいために、えー、来たんでつかみは OK なんですけどね何でもあのご利益があるこの信仰をお信ずると病気が治るお金儲けできるいろんなね結婚できるとかまあいろんな いわゆる宗教っていうのはご利益があるとつかみは OK で宗教の信者を広げることはできるんだけれどもしかしそれが目的になってしまって本当の心の勉強っていうかあごめんなさいちょっと今電話が入っちゃったんで途切れてしまいましたけどまあとにかくそういうことでつかみは OK なんですけどね奇跡とかご利益ねあの商売がえ商売繁盛になる。 健康になるる病気が治るそれはいいんですけれども本当の宗教の目的である正しい生活人生の目的っていうのを勉強するそれがないがしろになってしまうんですね。でそういうことを、まあ、イエスさんも経験してるしカラマーゾフの兄弟っていうあのイ,ワンイワンの大神問館っていうところがあるんですけれどもそこでも出てくるんですけれどもそういうのを まあ、高橋先生もなっってしまったんですねこの本を書い,て書いたことによってあまりにも当たるもんだから、えー、夢中になってしまったので高橋先生もこの本を封印してしまったわけですまあしかし、まあ、とにかくこれあまりにも当たるもんですから 現在でも、まあ、私知りませんよ知りませんけど、まあうん、ネ,ットのネットとか、まあ、いろんな人のブログとか何とか読むと占いや拝屋さんらの間ではいまだにその仕事の種本ネタ本とされて重宝されてるらしいんですね。まあ、これはは定かではありません、はい、しかし何回も同じこと言いますけど正しい生活をしていたら。 無視してもいい、えー、周期っていうかバイオリズムなんです。ではちょっと内容について、えー、さらっと、本当にさらっと言いますね。どんな,どんなことを言ってるのか、まあ、皆さん興味があると思うんです。さらっと言いますよ。全部言いません。えー、とにかく世の中3つの要素があるって。 言っててまして陽中陰プラスニュートラルマイナス冬、えー、春夏秋とかねまあ何でもえっ、ー、と光の三原色とか、えー、何でしたっけ青赤黄色ですかええー、ね固体液体気体とかというのが3つあるでしょえっ、ー、と太陽 地球月とかのがありましてえー、っとですねでえー、その中で人生のバイオリズムがあると。 これが人が持って生まれた、ええー、や生まれた日ですね、早い話が。生年月日の太陽と地球と月の位置関係。これで全てが分かると言ってるんです。<laughs> ただ生年月日なんですよ。生年月日だけ。生年月日占い。はい。みんながっくりされたでしょ。うん。でもそうなんです。本当にたったそれだけでありまして。 で、えー、バイオリ人生のバイオリズム。まず冬から始まるって,言ってるんですね。えー、人は。必ず生まれたら冬から始まる。から始まって、春、夏って言って、秋。で、冬が3ヶ月。春、夏で、えぇ、ー、えー、っと、え、3の、えぇ、ー、3え だだかかからら月かで秋が4.5か月こういう周期なんですけどでこれがこれですね月生まれた1年間で冬から始まってここから春夏ってかけてで実りの秋で年はですね3年周期なんです。年周期でこう バイオリズム組むとで日は3日周期でなっていると言ってます。で次一番大事なんですけどなぜそうなるか私もちょっとようわからないんですけど、えーまあ、このプラス と n とマイナスこれちょっと無視してくださいこれちょっともう書,き書きましたけど今回これ説明しませんこ数字だけ見てください123456789でこれが決まってまして1と4と7は陰性2と5と8は中性3と6と9は陽性まあこれどうなるかっていう説明長く書いてあるんですけど今も説明 割愛します <laughs> とにかく1と4と7は陰性、えー、2と5と8は中性3と6と9は陽性で全ての数字はこの9個の中に入ると0は入ってないですけどねでですねうんとで絶対数っていうのは人間ありまして例えばですね 例えば1999年の12月15日生まれた例えばですよそうするとこれ足していくわけです1たす9たす9たす9は28と2と8と足して10で1と0と足して1でこの12月も,も1と2と足して3ですねでもこれ以上小さくならないから3で1と5は6ですね6で6でこの人の合計数合成数っていうのが 1>, 1と3と6になってで1と3と6と足すと10で1と0と足して1とでこれがこの人の絶対数だとこれ皆さんあると思うんですね絶対数だと言ってるんですねでこの絶対数がの場合1の場合その人は陰性だと。 1> 1ですからね,言ってるんですねでえー、っとですねいい場合その人が陰性ですよ例えばこの人が陰性だといい場合は陰,陰性の人と陽性の人の組み合わせで陰性の人と中性の人の組み合わせで陽性の人と中性の人の組み合わせ。 これは非常に良いいい組み合わせで,で夫婦もこの組み合わせがいいんですね違う,組み違う、えー、性格を持っているものがいいと。で逆にこれ陰陰中中陽陽は悪いんだけれども例外があって友人はあの同じ性格のものがいいんですね。だと住所とか電話番号とか。 自分のパスワードとか好きな番号とかそれは同じ番号がいいんです、はい、でもですねあの同えー、っとですねだからちょっとちょっと書きますとその人がこういうバイオリズムだとしましょうか。 そうすると、えー、本来は、えーと夫婦あの、相手ですね、夫婦の、えー、相手の人、旦那さんか、えー、奥さんかは、逆が理想的なんですね、こう逆が。けど、こうずれていってもいいんです、こうずれていっても。これもいい,い,いんですで。悪いのは ちょっと言葉悪いんですけど、同じ周期は非常に反発、喧嘩しやすいって書いてあるんですけど、これでも、同じでもこうずれてた、ずれた周期。例えば、陰性の、えっと、1と7は離れてますよね。だからこれが1だとすると、これが7だとすると、 これ同じちょっと同じ周期でもちょっと離れた周期なら、えー、まとまりやすいみたいなことが書いてあります。えー、ということでまあとにかく全あの細かいことは、えー、高橋真士先生も、えー、望んでないでしょうから話しません。えー、ちょっと余談なんですけど。 全然余談なんですけど今日あの2020年の11月 <laughs> 7日なんで <laughs> 今大統領選やって今バイデンさんが勝ちそうなんですけどバイデンさんやってみましょうかバイデンさんとトランプさん。 えーまあ、これ本当に余談ですけどね、バイデンさんが1942年の11月20日生まれで、トランプさんが1946年の6月14日生まれで、投票日が2020年の11月3日でしたね。そうすると、バイデンさん、これ全部足すと16になるんですね。で、1と6なんで7です。ですから、これ、陰性です。で、1と1なんでこれ2ですね。 で、これ、中性です。で、これも2ですね。これ、中性ですね。で、7、イン、チュー、チューで、7と2と2なんで、11ですね。合計全部で。で、1と1と足して、2です。で、だからト、トランプさん、トランプさんじゃない、バイデンさんの絶対数は、汚い字で申し訳ない。えー、中性の2で、2なんですね。 でトランプさんは、えー、ここが20なんで2ですね中性のでここが6ここが5265で、えー、これが陽性ですね陽性の65が中性で絶対数はこれ全部足すとどうなるんだ13か13の1足す3だから4の陰性なんですね トランプさんで、投票を見みましょう。2020年ですから、ここ4、ここが2、3ですね。で、これが4なんで陰性なんですけど、これが2なんで中性、これが3なんで陽性なんですけどね。で、見ると、陰と陰なんで、バイデンさんの陰と陰なんであんまりよくない、中と中なんであんまりよくない。 でいいでトランプさんは、えー、中と陰なんで非常にいい。陽と中なんで非常にいい。で中と陽なんで非常にいいんですね。この,この投票日はすごくいいんですよトランプさんに。バッチリなんですこれ。しかし投票日じゃだけじゃないでしょ大統領選って2020が大,大切じゃないですか。今年決まるんですから。この日に決まるわけじゃないですから。この日だけならもう トランプさんの勝ちですけど2020年っていうのにの間に決まるんでこれ2020年っていうのはさっき言ったように4なんですねこれが陰性なんです4っていうのはねさっき言ったようにあれどこ行っちゃったかこれだね4は陰性で陰と陰っていうのはよくないんです私じゃないですよ高橋先生が言うんですからね ので、と今年の大統領選200 2020年が大きくインの年なんで、4の年なんで、インと中ならいいんです、バイデンさんならいいんですけど、トランプさんはインとインなんで、よそのイン,インでも同じ4なんですよ。あれ、よく行った。 特に悪いんですよ。同じ数字ってのは、同じ因でも1と4と7と同じ4の数字。4、4ってのは同じ因で,でも、中、因、因でも、中、中でも、溶々も悪いんですけど、さっき言ったように離れた因ならまだいいんですけど、同じ数字の因、因ってのは良くないんです。ので、この、高橋先生の、えー、バイオリズム的に見ると、 えー、トランプさん不利だとトランプさんはやっぱ大統領を辞めざるを得ないバイデンさんに2020年という数字は、えー、傾いてるのかなというふうにこれちょっと余談ですけど、えー、思,い思いましたでも本当にあの最初に、えー、っと何回も言ってるように、えー、高井新先生がこの本の中でもうすごく言ってるんですけれども、えー あのもうあの正しい生活をしていたらあのこんなあの周期的なことはそれほど心配しなくていいとなんか特別なことがある時にね、えー、参考までに、えー、してくれたら嬉しいというようなことを言ってますんで「大、え、戦、ーえー、の波動と生命」。 こういうとんでもない本があるという紹介をさせていただきました。えー、っとですね。また、あの、この動画が非常に、えー、反響を呼びましたら、本当の計算式とか、えー、またお伝えしたいと思います。ということで、えー、あれでいいか。えー ご覧いただきありがとうございました。とんでもないもうなんちゅうか、えー、ただものではない本「大自然の波動と生命」ご紹介させていただきました。ありがとうございます。